夜中ですけど、思い出したのでちょっと言っとかな。実は西馬さんっていう人が天下を取りたかったのか、それは原発を使いたいからタイムマシンとしてね。ところが私が殺された地域にはもう移動しても意味がないでしょ。いないから肉体がじゃあその次元どうなるかって言ったら、まあ移動してもそれうちの死後40年後だったらもうないでしょ。その時代あの時代に来たいなと思ってないね。実はねこの時代がもしうちの死後40年経ってたらね、じゃあ、まあ、若干生きれてもその次元がうちが早押し割と早押しの次元だったらその死後40年しかないわけ。じゃあその次元も死ぬやんか、死後40年しかないやんかって言うかもしれないけど、うちが娘を産んでその娘がうちやったら、つまりうちの卵子が娘になったら世界継続できるってことだよ。今までねずっとうちしばらく続けて生まれてなかったから、ね、他の家でねうち永遠娘になってきたから継続してるんだよ世界が本当だよおつじのねうち生まれた目立つのはな邪魔もしたくなるかな。うちがおつじに生まれるために世界が終わるとそう思うって言ってでうちがおつじに生まれたって何だ何の権力もないんだけど、ただスポークスマンとしてどの家に生まれてもうちは同じ能力なんだ。実はただおつじ家の能力が他の家と違うんだけど、なのと能力っていうかおつじ家の権力、見えない権力、見えない権力が他の家とは全然違うだけなの。でうちはおつじ家の周りで何してるかスポークスマンしてるだけでしょ。皆さんにとって便利なスポークスマンで、むしろおつじ家、おつじ家の不利にはなってないでしょ。例えば萩原のことペラペラ喋るの有利、萩原に有利な喋り方してるでしょ。いくら萩原の闇についてもペラペラね、でしょ。こういうタイプのスポークスマンのうちはなんで萩原いとこやんか、でもちゃんとディープしてる責任の族長としてな、おつじ出力だけでなく皆さん人類だけでなく人類以外にとってもうちだけが族長やねんから、おつじでも当主じゃなくてもね、女子やから当主になれません。はっきりね、それはフリーメイソンの大統領でもフリーメイソンの皇帝でもないの、うちは女子やから。ただフリーメイソンの女神とかフリーメイソンの象徴とかフリーメイソンの主とかいう言い方があるんだけど、イルミナティにとってもうちは主なんだ、もちろんね。だから聖書に書いてある主ってうちのことなんだ。だからなんか女性的でしょ、なんかここぞというところで切れ方が女でしょ、主とやらは結局キメレっていうね、メガネ考えたら、ね、あのジブリエル簡単に音符にするでしょ。そうなの、ガブリエルってキメレのことなの。で結局そのキメレっていうのはその大脳哲学がしっかりしていて、その大脳のからそれ内部のね、大脳から大脳寝室から内部の健康を非常に管理できる変わった女って言って、そのあの時代大脳がしっかりした人物が少なくてね、まあそんな時代はあるよ、この後もそんな時代になるかもしれない。でそのキュベレーの真似したかったのがイエス・キリストやね。だからあの人も女っぽいとか女のふりしてるんだ、女っぽいふりしてるんだ、ね、聖書読んだらなんかキリストもなんか女っぽいけどなんか芝居臭いでしょ。キュベレーは必死だったの、うちまのうちみたいにね、大脳、例えば哲学は大脳ですよと、美学は体感なんですよ、哲学は体側、体側を縛るものが哲学なら体感を縛るものが美学なの。このまま縛るっていうのは分かるでしょ、多分男の人が分かったな、本当に好き勝手するから体側の体感の男の人はでしょ。女かってやって男に踊らされてるだけ、それ言ったら嬉しいでしょ、女の男の人ね、女の人も楽になるよ、じゃあいい関係じゃん、ちゃんとお互いね、まあ好きって思える人とちゃんと結ばれてよ。絶対おるから君にそういう人。佐賀さんだけ飲んでって憧れが邪魔するでしょ。ある特定の女性に対する。ある特定の男性に対する。でもね、その憧れの原因評判じゃないですか。ひょっとしてあなたのじゃなくて、周りの評判が原因じゃない。だから成就しないんじゃないのかなと思うよ。世界のどこかもう下向きに一生懸命足から削り回って探してずっとあなたの中にぴったりの異性がおるね。
で、それをなんか誰か、ドーナルド・トランプとか、大勘違いしてる、ね。ドーナルド・トランプは YouTube で、僕を許されたちゃうから、出没した人物だけど、そっくりはパクトなんか、同じやつかもしれないね。で、トランプのトラで、パクトなんかにトラで、トラで表足取っとる。で、竜は、ね、竜は、昭和のバコンって、音だけに。それと、パクトなんかのドーナルド・トランプの音だけトラやんか。まあ、文字だけ取るってね。そうそうそう。ドーナルド・トランプの声も、パクト・ラカイの声も、ネットでは響き渡ってないでしょ。初めにも響き渡ってないよ。もう、あれちゃう？口かせしてるんちゃう？サルウィッはめてるんちゃう？もちろんさ。初めに自分のうめき、どよめき声が響き渡らないように。だけど、西浦の本手からね、西浦のババアの発狂音、発狂した声聞こえんの。ヒップがうちの投稿みたいな、ギャーッと怒ってんだよ。そういう、いやー、できてるのがまた女のやつ、音か妖精にする。じゃあ、もうめめしいって、女の女みたいに叫んでやる。笑われるの嫌やもんな。関西のやつはわからないんだけどな。中部地方から嫌ちゃうな。女みたいに叫んでやがるって、バカにされてしまうね。関西ではバカにされへんやろ。全然違う国みたいで。維新のやつ、トローやろ。先住民系のやつ、多いくせして、トローやろ。絞っと、妹文化に染まってしまった、トロー。もう、中部から命変えれねえやん。もう、やべえ、やべえ、やべえ。もっと鍛えないと。ざまあかんか。時間さえおるときからな、自分に厳しかってん。自分に厳しないと通用せえへんで。じゃあ、先住民主文化は。中部地方から、東は。それと関西からむしろ西の方がまだ強いやろ。関西それずっと首都圏に勤めてるから軟弱ったもんな。それはしゃあない。何だけ長いこと首都圏に勤めたら軟弱になりますよ。諦めろ諦めちゃう。だから自分の問題やろって言ってるな。その代わりモテやすい関西で男も女も人間関係たくねえからどっちも看護婦みたいな性格してる。看護婦さんみたいな老若男女関西のやつら看護婦さんみたいな性格してるやろ。それモテやすいよね。言っとくけど分かるやろ。じゃあそれ置いとこう。安心したとこだな。どの職業もそうやろ。関西のやつ医者もなんか看護婦キャラ多いやろ。な、終わってるわ、ちゃうの。始まってんですよ、なんか謎の文明。まあ、ほっとこう。それはそれとしてな。石破さんがね、何を悔やんでるか、顔。あんな顔になっちゃって。なんでって。そう、原発で自分の好みの歴史をね、作っちゃったんですか。その時にね、結局うちにいろいろ提出を出しようって。な。うちは本当にみんなのことが腹立って、ちょっと一時期世界を壊滅させたって、壊滅させかけてるな。その罪に問われて、自分の世界で。うわーって、ぎゅーって伸びしただけで大勢死ぬんだよね、うちって実は。なんでって、うちの感動マトレスカに使うなって言ってる。出てきたな、マトレスカ。地球の層、各層のうちは必ずいますよと。みんなの場合は、いない自分、いない地球もあるよ。だから、次元を変えすぎたら、ご自分がいない、あの地球もあるわけ。うちだけは、本人が、どの地球、自分も、うちはいます。地球同士がマトロスカだからね。うちも、毎回、なんか、その地球の物質から生まれてるじゃない。その地球の土から生まれてる。この、こっちの地球が生まれた時は、その地球の土から生まれてるじゃない。さら、究極うちらも、どんどん地球の土やから、ね、その岩石じゃない、岩石って金属岩石じゃないよ。その時代の産物じゃないもん、ホモサピエンスって。相当土が増えてから、ホモサピエンス生まれてるし、で、先祖は、土っていうのはね、最初の生命体かもしれない。ひょっとしたら、ああ、やばかるよ。それで岩石の生命体なんじゃないの。ああ、生命体の、ね、定義でね、みんな変わってくるよね。もうそうなの、それでいいんだ。ね、だから宝石も酷使したらあかんの。高いよ、宝石を酷使したら。あとで宝石にめっちゃ請求されるのから。その金額ちょっと想像してみて。
宝石は金があるか、宝石は高いもの、高価なものだから、だから請求額はきっと安いわと、じゃないで、じゃないで、じゃないで。土の方が請求額安いで。まあそうでしょう。ね、さて、で、うちに打ち出されてね、みんなを滅ぼしたって、ね、いじめられて。なんで？例えばうちが一生懸命マラソンしてもみんなバタバタ死ぬの？剣道やってて負けても相当死ぬねん。うちは負けただけでも。みんなの場合、なんかうちがねーってやられてみんな頭パクーって割れて死ぬねんね。うちをまとめしか使ったらそうなっちゃうよって、ね。な、それでうちのせいって言われても困るかな。でしょ？うちの体の話やねんから。結局地球もうちの体なの？でしょ？で、まあ、その時はその罪で、石破がこういうふうにしろ、こういうふうにしろって、したら、君の罪は拭えないとか、めちゃまだガキやったから、ああ、そうなんだ、そんなもんなんだと思って。で、言うとるした結果、石破があんな顔になっちゃって。どんな世界くぐり抜けてんの、石破だけ。だから、キョロ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 変える、次元変えるとですね、皆さんにその次元効果が行き渡るまでに、石破だけ悲惨な次元くぐり抜けてんのな、うちはあんまり影響なかったはずだけど。なんでかって、どの次元のうちがおるの。どういうことかっていうと、そう、自分の肉体がない次元もね、いけるんかっていうと、もういけんねんけど、そこ行っちゃったら死ぬでしょ。その死に方によるけど、結局、死ぬんだこの次元までって脱出するでしょ。脱出させるでしょ。その次元、この次元ダメなんだ。その歴史はダメなんだって。で、石破が、まあ、ある程度で済んだってことやねん。その前、じゃあどんな顔やったのか、じゃあ、なる人みたいな顔やった。でも必死で焼酎飲んで、まあ、石破がなんとか河村隆まで復帰してんの、顔がね。まだ、ただれてないでしょ、河村隆まで。で、まあ、三木谷はなる人の前やねん。三木谷の前誰やったかと、まあ、それが仁やねんけど、うちの息子やったり、人物。うちの長男やった人物。長女が扱い。その二人、兄弟。まあ、どっちが、上かっていうのは、それはどっちが上の時もある、どっちがベストどっちが下の時もある、あの二人がね。で、じゃあ、その、あのは、その、歴史変えれるんでしょって歴史じゃないですよね。これからもね。これからの歴史のこと、歴史っていうのは変でしょ。これからの未来の、どういうことが、どういう世界になるかじゃ、どういうことが起きるかなんて、こと細かには書けない。それはあなた方が書いてない。どういう世界がいいっていううちの、すごい強い決心。強い哲学と強い美学で強い決心するでしょ。こんなこの世界絶対こんなんじゃないと嫌だわって思った。じゃあみんな合わせなくてもいいんだよ、そんなに。それはね、神は主より強いんだから、全員集まったら。あ、全員集まったらめっちゃ安全。主のために働くことするけど、イレギュラーが変やから、治療のためにイレギュラーを肥大化させてるっていう側面があるね。調査のために、そう、症状を見るために。ちょっと自由にしてみてくださいって。警察で、警察用語で言えば、泳がせてるっていうことなんですよ。だけど、助けなんかこれ一体何が原因なんだって、その思考からのメカニズム、ちょっと調査してるだけなの。そう、どんなふうに次元変えあるかなっていうのを、そこが深く反省してるわけ。で、どういう思考からどんなことしちゃうんだろうかっていうのを見てるわけ。実は。